こんにちは。こんにちは。DMFG 企画室のデコナ担当しております、前澤と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回ですね、前回好評だった、Zoom のオフ会イベントの第2弾ということで、ありがとうございます。はい、今回はミニゴのリフィルのデコレーション、ミニゴのと商品のご紹介の方をしたいと思っております。はい、で、若い西さんに今回もお越しいただいております、はい、はい、お邪魔しております。チョークアーティストとハンドレタリングの作家をやっております若い美鈴と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、私が紹介するところだったりします。緊張してですね、はい、じゃあついでにちょっと自己紹介をさせていただきたいのですが、じゃじゃん、こういう感じでチョークアートって言って、はい、あの黒板にイラストを描いてですね、飲食店のメニューボードとか、最近はオフィスの壁画とかを描いておりまして、レイメイ藤井さんから出てるですね、チョークパステルっていうですね、水で消せるオイルパステルみたいなですね、クレヨンがあるんですが、それを使って黒板にイラストを描くのをやってます。で、まあ、あのレイメイ藤井さんがイベントとかでですね、呼んでいただいて描き方をご紹介したりとか、こう文字とイラストを描くのをですね、イベントでちょっと書かせてもらってます。お世話になっております。はい、その中で、はいはい、お邪魔しております。若井さんの方にはハンドリタリングとかもお得意な若井さんなので、今回デコラのデコレーションの方を全面的にお願いしております。はい、はい、で今回ですね、はい、実演の前にご紹介したい商品なんですけども、こちらになります、はい、じゃじゃじゃん、これですね、はい、今日はミニゴですね。はい、今回デコナの英語に続いていきなり小さくミニゴサイズの、ちょっと下の画面を皆さん見てもらえると、発売しております。こんな感じです。はい、本体の方のご紹介させていただきますと、まずベルトが付いてないタイプのマイタイプの方がですね、ネイビーと、はい、ネイビーと、はい、ピンクと、はい、あ、こちらピンクですね、ですね、はい、はい、ワインの4色になっておりまして、はい、で英語の時と同じような感じで、はい、内側開けていただくと、じゃあじゃあ色味の方が、あ、これでいい、じゃあじゃあ、こちらの色味の方がここですね、はい、こちらツートーンのですね、はい、書いてあります、はい、ちょっと全部開いていいですか。はい、じゃあじゃあじゃあ、こっちはそうなんですよ、組み合わせ結構派手な感じなんですけど、本当ですね、まあ、は結構こっちはシックな組み合わせで、はい、開けてみると可愛い色が、いいですね、優しい色が、優しい色のこのコントラスト、うんうん、はい、デザイン迷いますね、こんだけあると迷ってください。で次がですね、はい、じゃじゃじゃ、ベルトタイプですね、さっきのがベルトがここなんて、こっちがあるタイプってことですね、はい、そうなんです、はい、でこちら、くるみボタンになってまして、はい、でこちらはグレーとラベンダーの2色に、はい、ラベンダー、はい、今ね今年の流行りカラーとかずっと続けて最近多いですね、可愛いです、いろいろ可愛いですよね、いただいております、ありがとうございます。開けてみましょうか、はい、こちらもコントラスト、へえ、こんなちょっとオレンジの感じが可愛いパステルカラーですね、はい、こっちはですね、私が使わせてもらってるミニゴのグレーですね、はい、若干この私もピンクですね、こっち、はい、グレーとピンクのドラフトになっております、はい、私物を持ってきました。こんな感じです、はい、サイズが手のひらサイズ、ミニゴはそこが可愛いですよ ね、 ですね、でこちらなんですけど、ちょっと、はい、形というか、はい、商品の方を詳しく説明いたしますと、まず前に大きなポケットが入っておりますので、はい、こちら英語もそうなんですけど、はい、ここにいろいろ入れていただいたり、はい、鏡を入れてます、身だしなみですね、はい、持ち運びを忘れちゃうので、メモ入れたりしてますね、大きなポケットがポイントになっております、はい、デザインのポイントでもあり、使いやすさも、うん、そうですね、はい、すぐとりあえずいるものここから出せますもんね、なってますね、はい、はい、で、なんか開いていただいて、はい、内側にはポケットが3つついておりまして、はい、ここのまず透明ポケットと、私は薄いかも、このここですね、私は絆創膏が入ってますね、めっちゃ持ち歩きができる、はい、でこっちの後ろでこちらの、はい、私はね名刺をよく忘れるので、あ、ここに名刺を入れてます、いろいろ入れていただいております、はい、3箇所、はいはい、名刺入れだったりとかポケットがついておりますね、そうですね、で一応やっぱりポイントが透明のこちらのポケットなんですけども、ここですよね、まあ、おかえさん、うん、そうなんですよ、必要的なものちょっとこれも色合わせて、私は地元のスゴカを入れてるんですけど、はい、すIC カード入れてそのまんま改札やったりお財布よく忘れるので、ここの残高を使って、はい、
果実買ったりしてます。ポケットがいい。そうですね、あ、ポケット、そうですね、便利なんですよ。入れていただいたり、あとはなんか推しの写真とか、あ、そうですね、はい、ちょっとこっそりいつも拝みたい、入れておきたいやつですね。ポイントになるもの、透明ポケットに入れて活用してください。うん、入れたい、私も、はい。あとはですね、右側に貯金ホルダーもついてるんですけど、はい、これですね、ちょっとアップにしましょうか、はい、ここ見えますかね。こちらちょっと、まあ、ミニゴならではの小さいペンホルダーにしてまして、じゃあグリップで、あの、はい、ペンのグリップを刺すタイプのペンホルダーなんですね。ここにちょっとペンを刺します。はい、お願いします。ここです。ちょっときつめなんですけど、ギュッと刺していただいて。あ、そのペン入んないですかね。すみません。大丈夫です。まだ紹介するところで手間取っちゃいます。はい、こんな感じで、はい、ちゃんと収まりましたよ。入れていただいて、大丈夫です。はい、こういった感じで使っていただければと思っております。まあ、邪魔にならないように、はい、なるべく小さくしております。はい、で横のポケットの方もこう外から取り出せるので小さいんですけれども出し入れしやすいような方になっております。はい、あとですね、こちらのリングなんですけれども13ミリを使用してまして、はい、こちら、はい、大体ミニ5だと13ミリってなかなか珍しい、ね、結構薄いの多いですもんね。はい、気持ちちょっといろんな厚みを出せる感じですかね。もう入ってない。あ、そうですね、こっちの方で、はい、リングが大きくなってますので、ここのことですね。はい、リフィルだったりアクセサリーに結構収納できるようなタイプになっております。はい、はい、ね、じゃあ続きましてちょっとリフィルの方説明させていただきます、はい、ね、結構種類があるんですよね、はい、リフィルをちょっとざっくり、ちょっと今回リフィルに関してもいろいろありました。なんか可愛らしいデザインを前面に出しておりまして、残りもあります。まずアクセサリー画面に入りきれてないです、はい、大丈夫、アクセサリーの方はい、説明、まず透明の PP ポケット、PP ポケット、はい、こちらが手帳ユーザー必須の透明ポケット、はい、ね、切って入れたり写真入れたり、はい、で続きまして、はい、奥分インデックス、奥分インデックス、これですね、こちらシート入ってるんですね。はい、5枚奥分を開けられまして、こちら、ね、シールがついてるんですね。ここにちょっとアップしましょうか。はい、こちら金箔シールになってまして、あ、本当だ、はい、ちょっとこうやると金箔のちょっとこだわってます。いいですね、ここに貼るってことですか。そうですね、見出しのところに貼っていただいて、ね、いいですね、このぐらい見えますかね、はい、こちらっと引っ張ればいいんですけどね。あ、ちょっと引っ張って、はい、こちら金箔シールがついたインデックスになってます。はい、はい、続きまして、はい、下敷き&交番定規、交番定規、あ、これです ね、 ですね、見えますか、ね、こちらもですね、ちょっと白い白い色の方がいいかな、こっちに見せちゃう、こんな感じでどうでしょう、ちょっと交番がここ今、はい、見えますかね、入ってて、でリングの下の方にちょっと花柄が、あ、これですね、はい、あ、このデコナに使われてるイラストの柄ですよね、はいはい、こちらの方がポイントになって、はい、結構下敷き系ってね、なんか無地とか多いけど、ここもちゃんと色が入ってるから、はい、いいですね、見やすくて数字も色がついてきて、はい、カラーが入って、はい、はい、アクセサリーが続きまして、はい、ですね、ファスナーポケット、はい、これですね、はい、こちら小さいんですけれども、引き手がついた形で、あ、下敷きかわいい、ありがとうございます、かわいいです、はい、こちらの方はですね、スライダーがついて、うん、こう片手でも出し入れできるようなタイプになっています。いいですね、ちょっとポケット増やしたいときに使いますね。あ、そうなんです。私もですね、よくお財布を本当忘れるので、500円入れて、頭痛薬を入れてます。そういう、ね、ちょっとね、厚みがね、やっぱり出るやつを入れておくと便利ですね。もう13ミリなんで、はい、厚みの半分に入ります。うん、はい、アクセサリーは以上になります。うん、続きまして、はい、紙物を紹介させていただきます。はい、これかな、はい、紙物のフォーマットの方はですね、スケジュール系が3種類出しております。はい、まず、はい、マンスリー。マンスリー、はい、このパッケージ。ですね、あ、危ない。大そこ来ました。ね、色に似てますからね。これですね。はい、こちらマンスリーになりますね。はい、で次がウィークリー、はい、ウィークリー、はい、一応ちょっと中身も出しましょう、中のちょっとこれですね、このパッケージで中身が日付かく乱と罫線が入ってて、はい、ちょっと見えますかね、うっすら実はここ方眼、ドット入ってますね、ドットの方眼が入ってますね、はいはい、こちらの方2種類は、英語のフォーマットと同じ、あ、なるほど、本当ミニサイズになって可愛いですね、本当ですね、はい、はい、
タイプです。はい、で、ですね、続いての商品の方は、はい、こちらはこうミニゴのパーツ、オリジナルフォーマットで、オリジナルの、はい、こちらデイリーになります。これですね、ちょっとパッケージ、はい、こちらなかなか評判が良くて、はいはい、ミニゴなのでね、やっぱり1日1ページっていう、うん、そうですね、ノルマが達成しやすい、この画面で終わる内容を書いていけばその、ね、ページごとで管理ができる感じなので、はい、そうなんですね、フォーマットがここに日付を書き、はい、ね、ちっちゃい方に月を書いて、大きい方に日付を書いていただいて、はい、まあ、横にちょっとコメント入れていただいて、タイトル的なとかですかね、で、曜日の方がそうなんですよ、わざわざ書くの結構大変なので、うん、大変ですよね、もうほんと塗りつぶしてる感じで、色を塗っていただいたり、可愛いってやっぱコメントもいただいてますね、可愛いですね、色合いがまたいいですね、はい、このピンクと紫で華やかですね、はい、はい、こちらなんですけども、まあ、1日1ページのデイリーとしての使い方だけでなく、うんうん、まあ、テーマを決めて1個のことをまとめて書いたりする、うん、そうですね、なんか考えをまとめていくのにも、はい、あとここがフリースペースなので、はい、書き出したりするといいですね、はい、タスクコーナーとフリースペース、はい、あとでね、こちらを使って赤井さんの方にも実演してもらおう、あ、ちょうどいい大きさですね、はい、やっておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、あ、コメントちょうどいい大きさ、ありがとうございます、ね、いいですね、そうなんですよ、1日1ページというかちょっとしたことを書き出すのに、そうですね、なんかミニゴならではのちょっと使い方も、はい、この後ちょっとね、これを使って実際にアイディアを紹介しようかなと思ってます、はい、続いて、ノートの方を紹介させていただきます。こちら2種類なんですけれども、はい、まず 6.5 ミリ系の横系ノート、はい、横系ノート、これが中身出したやつです。こちらがピンクのベースになってまして、ここで柄が入ってますね、はい、デザインの方がですね、エアメールのデザインを、エアメール、はい、あ、こういうことですね、そうなんですよ、これが、あ、はい、確かにあ、めっちゃ可愛い、それでもなんか知らないから教えてもらえると嬉しいですね、ここのなんかこう今ブルー系とピンク系のストライプでフレームになってですね、はい、で縦に使っていただいても、うん、横に使っていただいてもいいと思うので、ね、感じで、ここ切ってシールとか貼って、はい、タイトル書いても可愛い感じです、こちらのデザインの感じで、はい、続きまして今度、はい、ドット方眼ノート、はい、こっちが、はい、こちら 4mm 系のドット方眼ノートなんですけども、ドットちょっとアップしましょうか、こんな感じで、ね、ね、うっすら白系でドットが、ね、はい、入ってますね、うっすら入ってて、こちらですね、うんうん、ドットは白なんですけども、はい、あえてこう目立たせないようにしてまして、まあ、あえて目立たないように、そうですね、なんか自然に、自然に綺麗にまっすぐ描けるように見えますね、絵が綺麗に描けるようになっている仕様になっております、うんうん、いいですね、はい、そしてですね、はい、今回も紙にはこだわっておりますので、はい、ノートは手帳用に特別にすきました、うん、特別仕様なんですね、はい、手帳用の紙を使用しておりまして、はい、スケジュールの方はですね、はい、スケジュールの方なんですけども、デコレーションやクラフトに適してます、はい、はい、担当紙の方を使用しておりますので、うん、ちょっとね、厚みがあるタイプで、はい、担当でザラザラとした質感ですね、はい、ですね、はい、今回もデコ同様、うん、紙にはこだわったスプレーになっております、こだわりの手帳で、はい、ね、ベースがいいとやっぱインク使いが楽しくなりますので、ありがとうございます、では早速実験の方を映っていただきたいと思います、はい、じゃあちょっと早速使い方を紹介していきたいんですが、はいはい、あ、いっぱいいただいてます、あ、本当だ、ありがとうございます、赤井さんファンかもしれないですね、褒められたいさっき の、 あのデイリーとマンスリーからちょっと担当紙の紹介からなんですが、はい、まあ、このミニ号なので小さいサイズをやっぱどうやって使うのかっていう、そもそもなんかすごいぎっしりは書けないじゃないですか、はい、うん、でアイディアとしてですね、ご紹介してるのが見えますかね、こんな感じ で、 いいですよ、ね、もうそのマス一つずつに予定をこうアイコン的にパッと見自分が分かればいいと思うので、まあ、まあ、歯なら歯医者なら歯とか、なんかどっかにメールするみたいな走り書きやメモでもいいと思うし、例えば結構小さいシール売ってるじゃないですか、小さいけどあれどうやって使うんだって思ってたの、こういうところで使えますよね、こういうちっちゃいシールを使ってなんかこう1ページとか毎月柄を変えても可愛いし楽しめる、そのなんか貼る作業が楽しいし、最近だと100円ショップでこうスケールシールがあるんですよね、ちっちゃいシールとか、あと私はそう事務系が好きなんで、そうこういうシールがあるんですけど、なんかイラストとか別にそこまで忙しい人はこういう色分けして、仕事は何色とか休日は何色で貼っておくだけでもなんか
とりあえずやっぱ持ち運びが一番ミニゴの特徴かなと思うの で、ね、持ち運んで今日どれだったっていう確認できるといいと思いますね、うんうん、こういうの使ってやると使いやすいと思います、うん、ちょっと書くだけで本当ね、こんなやっぱりだし色統一してもいいし、うん、英語よりちょっとなんだろう、あまり絵とか得意じゃない人も、そうですね、生まれやすいし飾りがつきやすいですね、うん、こんな感じで使うといいと思います。でそのまんまでそれにタスクを使ってページをめくる、はい、あ使ってみてください。そうなんですよ、ぜひぜひ、ね、なんかシールとかちっちゃいの余っちゃうのを、ね、ここで消費できるのもいいですよね。あなるほどミニゴとなんかこう余りの飾りを、ね、こっちで大きく使えるとかちょっと端にさっきみたいに、はい、マスキングテープ貼るだけでも可愛いですよね。あ次が、そう次はですね、さっきあったウィークリーの、ね、はい、使い方です。でこれもやっぱりねミニゴならではの人一日がこのぐらいのサイズになってるので、うん、いいですね、ツイッター風に、ね、本当そう一言なんか今日どうだったみたいなメモとかでもいいと思うし、なんか忘れないこと書いたり、あとやっぱイラストが描きやすいような紙質がなんとしなので、うん、なんかペンで色つけて、まあ、ネイル今日どういうのやったとか、はい、テレビで見て欲しいのメモしておくっていうんですね、うん、やっぱり手書きも必要。そうなんですよね、手書きでなんかこうね、そうそうなんですよ、そうなんですよ、いやめっちゃわかるんですよ本当そうなんです。でもここ手書きのツイッターって感じですいいですね、つぶやいてちょっとやっぱ SNS 怖いですからね、そうそうそう、なんか自分の中でつぶやきたいところは、ね、見せたい場所でもいいと思うんですよ ね、うん、でなんか最後にここになんかこ こう枠があるので、まあ、目標とかこの1日の総評みたいなのでもいいし、トラッカーでここ私サンプル書いてるんですけど、すごい面白い使い方ですね。なんかこうドットがある分それをですねつないで線にして、はい、やってます。あなるほど、使い方勉強になります。で続いて最後この担当紙だとさっき紹介したデイリーの使い方で、これはですね日本で書かせてもらったんですけど、なんかあの手作りアクセサリーとか結構皆さん今手作りのなんかね、おうち時間もありますし、こういうのつけて、あのなんかこう自分で作るときにイラストで考えつくのとそれを買うリスト、はい、それをそうなんか直感的に合わせて使えるので、はいはいはい、まあ、ちなみにそうですね、なんか細い系だとやっぱ小さいのはやっぱ 0.3 とかが使いやすいですかね。私はこの辺を使ってます。こちらのイラストに使用したのが今のそうですね、あと、はい、この担当紙だと色合わせができやすいので、まあ、こういうもっと細いちょっと名前言っていただいて、はい、このマーリーさんかな、フォードローイングなんか漫画家さんとかのコーナーに置いてるような細いペンですね。シリーズとか書きそうなペン、ね、でなんか油性っていうか耐水性のやつで上からペンでゴシゴシ塗っても色鉛筆で塗ってもにじみにくいので、まあ、たったには結構耐水性のものを使ってます。プロとかそうですよね、描いた後に、はい、んでなんか塗ったらねにじんじゃって台無しになっちゃったりしますよね。半年だって結構厚みがあって悩むのおすすめです。これはね、あの色鉛筆で塗ってるんですよ。ちょっと一回塗ってみましょうか、うん、はい、ちょっとじゃあ無地のところに塗っていただいて、はい、これでやります、ね、こんな感じで色鉛筆今日はクモさんが、はい、ありがとうございます。クモママさんの、ねね、いろんな色でこう要はですね、はい、何が言いたいかというと、この塗った感じを見てほしくて、なんか手書きの良さですよね、はい、これ見えますかね、ザラザラして、うん、粒状で画用紙とかいった感じの、はい、なので繊細ななんかタッチで色がつけられるので、なんかこう創作した時にペンとは違うまたなんか落ち着いた時間というかさできますよね。本当には本当朝とかがカメラの中に入ってる、朝が入ってるんですね。へえ、知らなかった。なるほど、いいですね。なんか水彩とか使ってもいいですよね、はい、結構紙がそれに向いてるので、うん、ぜひぜひちょっとクラフト楽しんでください、うんうん、ありがとうございます。お礼いただいてます。めっちゃ嬉しいです。よかったです。データ使ってください。あとはなんかその創作だけじゃなくて、さっき言ってた1日1アイディアのページですね。これはなんか例えばなんですけど、はい、なんかやっぱ仕事でとか使うことがやっぱ多いとは思うんですけど、まあやることリストとまあレイアウト考えたり、その時思いついたことを付箋代わりでね、もっと大事な内容だったりをやると1枚ずつで管理できるので、終わったら別の手帳に移せばいいし、持ち運びねやればいいので。なんかそういう使い方がまとめやすいですよね、うん、なんかこう枠を書いて
ネタを、ね、整理整頓するんじゃなくて、いちいちやらないでもいいので、この紙自体がこのページだけで、ね、枠になるのが一番使いやすいかなと思います。はい、ね、ね、5月9日にこれ1ページだけじゃなく、もう何枚も、ね、何枚も作れますから ね、 いいですよね。はい、フリーなんで、そこがフリーの良さですね。だから他にももしあったら、このなんかタグをつけて、うん、私も参考にさせてもらいたいんで、そうですね、なんか、ね、つけてもらうと、教えてもらえるといいですね。教えてください。はい、こんな感じで一応担当紙はおすすめの種類になってます。それで続けて紹介したいのがですね、はい、じゃじゃじゃん、今度は巴の方ですね。はい、巴に移りましょう。はい、これもですね、あの、ミニ語の日本でちょっと書かせてもらってるんですけど、すごいなんか可愛いですね。最近ほら、あのガラスキャリとかやっぱインクルマっていうのやってますよね。私もね、買っちゃうんですよね。カリグラフィーとか、ね、そう、ガラスペンとか、なんかわかんないけどね、見た目可愛いからね、買っちゃうんですよね。でもそれとセットで、なんかインクとか溜まってくると何色買ったか私忘れちゃうんですよ。あ、似てる色とか、赤なのにほぼ近い色持っちゃうので、買ったやつとかね、買ったやつとか。で、はいはい、さっき言ったように、巴入り歯ってインク染みがしにくい紙なので、うん、そのインク染め染みもなりますし、はい、これはですね、インクをこんな感じで、実はシールに貼って置いてあります。これもしかしてこのシール、はい、例のやつですか？あ、そうなんです。じゃあ紹介しましょう。こちらになります。じゃじゃーん。大好きなジムシールですね。ジムシール出ましたね。なんかお醤油でタックシールっていうなんか種類なんですかね。はいはい、で、これは一回あのインクで紹介したんですけど、うん、私結構スタンプとかも好きで、うん、こういうですね、なんか見たことあります、はい、バーサマジックとか結構好きで持ってるんですけど、はいはい、まあ、こういうあの月猫っていうところも、うん、あの子供の顔さんからホームページとかで買えるんですけど、うん、こういうインクがスタンプ大事ですよ、ね、カラーがいっぱいあるので、はい、私もこれを何色持ってるかが分かんなくなるんですよ。なんか微妙に違うので、似た色ありますからね、そう、似てるからどれ持ってたかなって、はいはいはい、こうやってあのこの紙シールなので、うん、インクをですね、ああ直接こう、ペタペタね、塗っちゃって、こんな感じで、うん、はい、こんな感じでやってます。で、何が言いたいかというと、まあ、これちょっと乾くのをお待ちいただくとあれなんで、ちょっと3分間クッキングみたいにですね、はい、もう、刃物が出てきます。はい、用意しております。こんな感じで、色を自分自身あるスタンプをここに移して、まあ、乾燥させてから、うん、そうですよね。可動しないとこう危ないじゃないですか、ね。あとはこのシールを貼って剥がせるので、はい、まあ、罫線に沿って私は貼って、余計が役に立ちますね。そうなんですよ。で、ここに、まあ、ペンとかで何色とかですかね。ちょっとピンクとか持ってるメーカー名とかを書いて、うん、で、やっぱミニゴナールでは持ち運べるので、はい、自宅にあるやつを管理できるっていうやつですね。お店持ってってね、はい、横で見ながら。なんかこうインク系とかスタンプ系はシールに貼ると写しやすいですね。こ、はい、んな使い方あるんですね。あ、そうなんです。あのおすすめなんですよ。いろいろね、あとなんかお店によっては丸とかね、四角とかあるので、なんかインク跡のこれもちょっと可愛いですね。はい、そうなんです。色をなんかこうやっといて、それを持ち運ぶ。これ蛍光ペンみたいな、はい、ドライナーとか。そうです。そういうペンを買ってます。ね、持ち運びにいいです。ジムシールもすごいいろいろ使い方ありますね。うん、ありますね。お値段もね、お手軽ですね。そうなんですよ。で、大量に入ってるので、うん、失敗してもやり直せます。はい、で、同じようにシール使わなくてもですね、はい、私も家にあるペンをこんな感じで、実際に書いて、はい、実際に書いて、はい、こんな感じでやります、ね。これは見本帳みたいな。そうですね。で、やっぱり同じようにお店行って、自分がどれ持ってるか確認するリストですね。でついでに色移りがしてるかしないか、ね、確認がする。さすが巴入り歯、これが、はい、こんな感じです。で最後に紹介したいのが、さっきのこのピンク系の次ですね、ブルーのこの方眼ドットを使って、最後イラストをね、ちょっと紹介しようかなと思ってまして、ぜひお願いします。なんかそう便利なんですよ。で、これが、ちょっとお見せしたいの、ちょっとね、夏のイラストを紹介しようかなと思ってまして、はい、これから夏ですかね。でもうすぐもな7月なので、うんうんうん、今日はちょっと思いが伝わるように、はい、ブルーの写真色でこれね、ペンテルさんの筆タッチペンでブラッシュペンを入れます。素晴らしい、目からのコメントいただきました。いい、ね、ありがとうございます。レターはね、ぜひ使ってください。で今日はちょっとこのイラストと、まあ、文字書いて最後扉絵とかを書いてみようかなと思ってまして、はい、
パズリーのね、最初にこれを入れるんだけど、はい、でやってあげるといいですよね。これからのちょっとおうち時間にも使える、はい、で筆ペンをちょっと使っていきます。面白いですよね、筆ペンをカリグラフィー風に使う、はい、カリグラフィー風に使います。で特徴としては、今からちょっとジュライって7月の英語字を書こうと思うんですけど、はい、まずこんな感じで、うん、上に上がる線は細く、下がる線はね、ちょっと力を入れると太くなりませんか。筆ペンのそうです、穂先を使って、で上に上がる線はちょっと細く、ペン先だけ使います。うん、こんな感じで、あとはね、私今ここ方眼が白いドットが、うっすらね、はい、ちょっと見えないかもしれないですけど、ここに実際にあるので、それを頼りに書いてあげると、うん、まっすぐ揃えて書くことができるので、下がって、上がる、下がる、綴りを間違えそうですね。ドキドキしますね。でもそれっぽいから大丈夫です。それっぽいから大丈夫です。くるくる巻いておけば、大丈夫そうだ。大丈夫、それで合ってますね、大丈夫です。はい、でこんな感じで最後で Y をね、ちょっと緊張してから震えますよ。告知してますね。言っといたら大丈夫、失敗してもね。こんな感じでこう大丈夫かけました。でもすごいいい感じですね。はい、でこれはね、ちょっと力を入れると太くなって、はい、上がるときは細く、うん、まあペン先を使うだけっていう感じでやってあげると、文字がね、ちょっと飾りがついた文字に見えるので、普通の絵文字もね、可愛く描けます。筆圧でこう押して。そうですね。筆ペンみたいな感じで、ね、もう筆ペンだからそういうことなんですかね。筆ペンなのでそういう感じで、あとは残りイラストでちょっと続きまして、はい、ちょっと今日はね、見やすいようにちょっと太めのペンで紹介していきますが、はい、あ、コメントいただいてます。あ、やってみてください。実践してみます。ありがとうございます。やってみてください。ぜひぜひ。で今日はちょっとこの辺に夏の、ね、イラストいくつか簡単に描けるのを紹介しようと思ってて、お願いします。まずはででこう丸のちょっとね長めの楕円を描いていきます。はい、何ですかね、はい、でこれをにっこりさせます。 お顔ですかと思わせてなんかこのですね、はい、くびれ線を残す感じ、ドーナツですか、にっこり線を伸ばそう、ドーナツに見えますよね。立体的なちょっと柄が入りましたね。線が入るだけで浮き輪をこう描いてる。浮き輪でしたか。でこう柄を描いて、はい、なんかねこうちょっとしたくびれ線があったりで、ね、急になんか立体になったりで、さっき言ったようにチャイブで描けばドーナツになるんで。なりますね。あ、ドーナツイラストにも使える。こういうちょっと立体的なやつ、はい、見えるかな、このね、ゆっくりなここなんですよ。ね、しましまで描いてもいいし、色を変えてもらってもいいですよね。はい、夏らしくなってきましたね。あとは単純にですね、はい、三角形を3つ、ちっちゃいの2つと大きいのを塗りつぶすだけ で、ね、と思わせて、はい、じゃじゃんとこうセクシーなひもビキニ、ビキニちょっとね、このイラスト、こう輪っかと線だけでこんな感じで描いています。なるほど、あ、どんどん夏っぽくなってきました ね、 いいですね、はい、あとはですね、こういうちょっと丸みがある三角形で後ろ閉じで、はい、付け根からだんだん短くしていくと金魚が描けます。おー、これ可愛いですね。ね、しかもそうすごいなんか若井さん描いてるとすごい簡単に描けそうな気になってきますよ。方眼を頼りに描いてもいいし、はい、形がね、いびつでもそれが手書きの良さなので、うん、なるほどなるほど、同じようにこういうちょっとね、いや丸っこい、うん、なんだろう、三角形描いて、はい、でででっとですね、じゃじゃんと鼻毛ちょっと可愛くないのやめてください。ね、夏じゃないね。ねがらね。クリクリって書くと、クラゲがですね。もうやめてくださいよ。でこれはなんか、はい、そう、まあそれこそ宇宙人でもいいですよね。あ、なんか蛍光ペンで書いても、なんかつけるので宇宙人っぽく書けます。全然鼻毛には見えないです。もうみんな鼻毛覚えてますから大丈夫。これ一押し。最後でこのひまわりを描いていこうと思います。でよく丸描いて花びらバーって描いていくと思うんですけど、はい、ちょっとね大人っぽく尖らせていきながら、はい、重ねるんですね、はい、重ねてクリクリっとですね、ほうほうほう、そうすると中央にもこう線がグリグリっと、なんかすごいいっぱい描いてる風に見えますね。そう、いっぱい描けるんですよ。お、じゃじゃじゃんと、浮世だけど真似した、あ、ね、そう、描けるのちょっとね、すごいね、いろいろ考えてましたから、簡単に描けそうな気になってくるんです。あ、鼻毛笑っていただいてありがとうございます。もうね、二度と忘れないです。もうクラゲはね。で、こんな感じでさっきみたいにちょっと続けて書いて、はい、あとは
これ網目状に塗るだけで、ね、なんかこうすごい大人っぽく密度の高い花が描けますね、はい、なので今ちょっとね見やすいようにちょっと太いペンで描いてるんですけど、うん、細いペンでね描くと細かく描けますので実演してください。こんな感じで、ね、本当に簡単に描けましたって言ってじゃあ描けましたすごい横で見てるとこれが出来上がります。そう、ね、なんかこういろんな色使ってもいいし、はい、カラーを最後に描いて、さっきのスケジュールね、はい、最後にこうやって、まあ、これ5月になってますけどなんかねこうやってタイトルの画面にしてもらうと楽しいですよね、はい、あすごい可愛い。こうやって使ってあげる扉簡単に描けるのでいろんなペンまあ、手帳がこう自分の、ね、作品になるとこう愛しくなりますよね。そうで、なんかできたってすごいずっと見てられますよね、うんうん、スケジュール終わったのにシールが綺麗に貼れてると見ちゃいますよ、ね、なんか本当になんかねもう愛情がどんどんこう使っていくと増してくるんですよね、うん、こういう作品が持ち運べる自分の世界です、うん、はい、うん、すごくこんな感じで簡単に描けそうな気持ちがやってみてください。すごく可愛いし、どうでしょう、ね、なんかどうですか、はいいろいろやってます、ね、いただいてます ね, ね今の、はい、流れでもしご質問等あれば皆さんどんどん送ってください。こんな感じで、はい、ちょっと使ったペンとか並べておきます。そうですね、いろいろ、はい、パカンさんご使用のペンですとかもう一回見たい、はい、実演とかあれば全然送ってください。ちょっとその間にですね、はい、こちらなんですけども、あ、そうなんです、はい、それ何ですか、さっきからミニごと言いつつ、ね、こちらありましたね、はい、日付の方も出させていただいておりまして、新しいやつなんですね、はい、こちらじゃあちょっと順番にご説明させていただきます、はい、はい、まずですね、はい、日付入りの方なんですけども、はい、こちらマンスリータイプで、うん、英語のデコナ版です、はい、ブロックタイプなんですけど、はい、下の方にですね、細かいちょっとハビットトラッカー的な、あ、もう最初からデザインが入ってね、はい、こう枠が区切られているのでここにまあ1、2、3、はい、でやったことのチェック欄とかあると便利ですね、うん、そういった感じの欄と普通のマンスリーのブロックここですね、はい、入っているのと、はい、あとこちらマンスリーなんですけども、はい、こちらはですね、ロッコに、あ、どこで売ってますか、あとですね、こちらですね、大手、ハンズさんですか、ロフトさんですか、あとはあの、うん、レメの、あ、はい、間違いないネットストアればそこから行ってもらいましょう、はい、ね、そう探ってます、はい、あ、これですね、はい、ウィークリーで、ここが今さっきと違う、はい、1週間が、はい、見開きになってまして、うんうん、こちら、ですね、6個に区切ってあるので、あ、まあ、家族の予定だったりとか、はい、あとは、まあ、自分の仕事のこうカテゴリーなんかを分けて書いていただくのにも便利な週間、うん、ね、ここだけちょっと色違うからなんか家族の名前変えてもいいし、なんかその要件で変えたり、はい、見やすいですね、ウィークリータイプ、そんな感じになってます、うん、はい、はい、最後なんですけど、こちらは、はい、4年分の書いてある、なるほど、書いてあるシートですね、はい、裏にこれで、はい、色がまた違う、こちらちょっと、はい、1枚入れていただくと4年後のは、そう、意外とね、2年、来年は載ってるけどってありますもんね、4年後いいですね、このタイプなんか結構チーム的なデザインが多かったりするので、そうですね、はい、入ってるのないし、なんかチーム可愛い感じで、可愛い感じで、あと下にあるから、はい、すぐここに直結しますね、インデックスも付いてますので、はい、こちら、もう絶賛発売いたしますので、よろしくお願いします。9月から発売します。手帳の時期ですね。はい、楽しみ。色が可愛い。ネットでお求め、英語は、はい、はい、ネットでお求めください。ぜひぜひ。あ、いいですね。デコナのテープを持ってます。お、ミニ語で質問が入ってますね。テープの使い方など見せていただけますか。あ、そうなんですよ。前回ね、前回のね、ズームイベントで。イベントで私もお邪魔した時に使わせてもらった。はい、デコナから、これが、じゃじゃじゃん、はい、カラーはどのサイズでもパステルカラーが多いと思いますが、ね、ちょっと、あ、なるほどなるほど、じゃあ2つ質問がありますね、ちょっとじゃあ、ですね、まずちょっとテープの方を軽く説明させていただいて、はい、はい、テープはこれあのデコナの英語サイズ向きですよね、はい、そうなんですね、はい、ただですねこちら、英語の穴の補強のシールなんですけども、はい、今回ですね、なんか飾りに使ったりとか、はい、ミニ語でも使ったりもできますし、できますね、ちょっとここに貼りましょうか、はい、なんかこの飾りがフリルになってるので、そうなんですよね、こう穴の補強テープにしてだけじゃなく、はい、この隙の下の方にですね、そうです、ここに沿ってこう切っていただく、2人の初めての共同
まあ、長さはそんなにこだわらなくても、こう空いたところにピッて貼っていただくだけで、はい、こんな感じで飾りに使っても可愛いですね。あと、うん、デコナの英語サイト向きなので、やっぱこの条件から切りの余りが出ちゃうので、それを使うのにもちょうどいいですよね。いろいろ使っていただいて、うん、活用していただいて、これはデコナの英語サイズ用の穴の補強の結構シールですね、はい、はい、あとですね、原色についてなんですけど、うん、今回デコナでではですね、はい、はい、あとこちらよいしょ、こういったネイビーとか濃いめの色と、はい、あとワインの色とか、はい、こちらの方は出してるんですけど、そうですね、ぜひ、今回、商品開発の参考にさせていただきたいですね。原色系もぜひぜひ考えていただきたいと思います。お願いします。商品ね、流行的にパステルカラー流行ってるので、あ、確かに合わせやすいですね、はい、ちょっと心的にも、うん、もう皆さんいろいろ流行りね、女性は結構気になる流行りはありますのでね、そういった感じの皆さんの意見に合わせた商品作りをしていきたいと思います、はい、で多分さっきちょっとね2種類しかなかったんですけど、はい、デコのシールは全部で3種類ありますから、こちらですね、はい、こんな感じでシール系のなんかパステルカラーのですね、カッターですと、あ、丸系のですね、ピンクと黄色系と、あとこちら紫のカラー系ですね、はい、まずパッケージ、この使い方とかは裏に載ってたりしますので、はい、ですね、ちょっとそろそろ時間も押してきましたので、はい、なんかご質問等なければこれでですね、はい、はい、とりあえず今回のインスタライブ、はい、終わりにしたいと思いますが、はい、岡井さん、はい、大丈夫かな、はい、ちょっとまたね、あ、いろんな方法を皆さんからいただきながらと、はい、私のアイディアと作って、なんかね、タグで見せてもらえると楽しいですよね。そうですね、なんかいろいろこの後もインスタとかでなんかご感想とかいろいろ見せてほしいです、はい、じゃんじゃん使ってやりましょう、ね、はい、もう全ての商品も絶賛発売中ですので、うん、ぜひ皆さん手に取ってお買い上げいただきたいです、はい、みんな楽しみにしてます、ま、はい、楽しみにしてます、いろいろ皆さんまたよかったらお願いします、はい、ありがとうございました皆さん、ではさよなら、ありがとうございました。